はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日は2月の13日、第200回目の配信となります。はい。今日ここにお花がありますけれども、はい、ファンの方からわざわざ送っていただいた200回記念ということで、はい、ありがとうございます。200回ということなんですが、まず第1回っていうのが2020年、はい、今24年ですから、まあ一応4年前という形の4月の21日かな。そうですね、うん、花の街をね、はい、歌いましたね、はい、あれはコロナになってお店が閉めなくちゃいけなくって、それじゃあ何かやろうっていうことで始めましたよね、うん、そうですね、ということで、その次に100回目っていうのは、2022年、2年後後ですね、の2月の8日。あ、そうですか。だからほぼ2年やって、今また200回目が今日2月13日ですから、2年で100回。で、その100回目の時は大きな古時計だった。あ、はいはい。ね、歌っていただきました。はい。ということで、この、ついに200回まで来ました。はい、今日は何を歌っていただきました？銀色の道。ですね、銀色の道ですね、はい、はい、では銀色の道をお聴きください。はい、はい、お疲れ様でした。この銀色の道、はい、歌ったのは誰だか分かってます？
あのダークダックスだと思います、はい、それがね、はい、実はザ・ピーナッツも歌ってるんですよ、実は。あ、そうですか、うん、でしかもね、ちょっとさっき見てみたら、はい、1966年に、そのザ・ピーナッツとダークダックスがほぼ同時に発表してて、で、最初にテレビで歌ったのがダークダックスで、でもレコードを出したのはザ・ピーナッツ。ピーナッツの聞いたことない。あ、本当？いや、あると思うよ。で、作曲が塚田茂、あ、作曲、作詞が塚田茂さんで、作曲が宮川泰さん、はい、で、宮川泰さんってあのピーナッツの曲たくさん書いてる。あ、うん、あの恋の風だとか、あ、あのナセラディ東京とかもそうじゃないかな。結構ね、ピーナッツの、あ、そうなんですか、うん、作曲をたくさんしてるという形です。今日は、その200回ということで、多分先ほど動画の中では一応写真でこう1回から の, あのずらっと曲を並べて皆さんに見えるようにしたいと思ってはいるんですが、あの皆さんも再生リストというところから、1回目から遡っていろいろ見ることができます。お気に入りの曲なんかがありましたら、また、前の動画を見ていただけるとありがたいです。はい、では次回201回目、はい、ね、またちょっとね、違う形で多分なると思いますが、まだやってみないと分かんないですね。本当にね、この頃やっとこうなんか苦しくなってきました。あの今までは何気なくあの季節に合ったようなものとか、あのすっと歌えたんですけど、あのいろいろ考えないと、前に歌ったかなとか、うん、ネタが尽きてきたというやつ、考えなくちゃいけなくなりまして、ちょっと頭の中が少しこんがらがってきました。大丈夫大丈夫、あの歌ったか歌ってないかはすぐ分かるから。いや、あのリクエストいただければね、前に歌った歌でも構わないと思うんでね。なかなかね、スッと歌えるような歌がもうなくなってきてるんですよ、ね、大丈夫大丈夫、まだまだあるみたいよ。あ、そうですか、うん、あなたが今思い出せないだけでたくさんまだ残ってるみたいです。はい、ということで、次回以降もお楽しみいただけるとありがたいです。はい、じゃあね、またね。はい、またね。